うん、こういうところも使えないです。折れちゃうんで。そうね。あ、ちっちゃいやつしか使えない。厳選した木材は一晩水につけ、しっかり水分を吸わせた後、80度のお湯で煮ること2時間以上。こうすることで木が柔らかくなり、曲げることができるようになる。ポイントはこんな感じで曲がっていきます。取り出した熱いうちに曲げないとどんどん冷めてって曲がりにくくなっちゃうんで、綺麗な形にならないです。最初の頃は